ちょっとね、最近衝撃的なことがあって、私の話、部落の話っていう映画、このチャンネルでも紹介したんですよね。長い部落映画です。まだ上映してるところあると思うんで、まあ見てない人がいれば見たらいいんじゃないかなと思うんだけども、あれに出てくる部落の青年っていうのは、まあ、解放同盟とかにも関係ない、普通の部落の青年というふうに本気で思ってる人がいるっていうのに僕衝撃を受けたんですよ。メディアリテラシーってね、学校で習わないですか？僕、高校でもちょっとだけそういうの習ったような覚えがあって、大学だとバリバリメディアリテラシーの授業出てたんだけども、そのテレビとか映画とか、ああいう場面に出てくる映像、そういうものっていうのは現実そのまんまじゃなくて、まあ、言ってみればフェイクというか、作り物の映像だっていうことは、これはもう基本中の基本なんですよね。ただ、まあ、部落田んぼはかなりガチですよ。事前準備なしの一発撮りなんで。まあ、後で編集はしてるんだけども。でも、映画とかね、まあ、生放送でないような、まあ、テレビとか、まあ、生放送でもそうだけどね、事前に準備して、まあ、出演者を選ぶところから始まってね。で、出る前にいろいろ打ち合わせもするわけです。その上で撮るわけだから、当然、現実そのままっていうわけじゃないんですよね。で、後で編集もするし。で、特にもう映画に関してはね、やっぱ綺麗な映像を撮りたいんで、そりゃもうね、大変な準備があって、長い時間撮ってね。で、最後に編集して、その本当に長いフィルムの一部が使われるわけですよ。ね。で、映画に、前側ですね、三重県の、あと、北芝、大阪の部落出てきたんですけども、まあ、部落っていろいろあるわけでね、あれが典型的な部落っていうわけでもないですよね。前川っていうのは、あそこはなんか、童話関係のね、部落関係のスローガンがガーンってでっかいのが出てて、あそこまであからさまにやってるっていうのはね、まあそういう部落も結構あるんだけども、あれはどっちかっていうとね、やっぱりその運動団体に偏ったようなそういう部落だし、北芝っていうのはね、あれ箕面なんでね、大阪の人は知ってると思うけど、箕面っていうのは結構金持ち、おしゃれな町なんで、部落の中でも相当あそこは、柄がいいというか、すごいお金持ちも多くてっていうところですよ、あの辺りは。ただ、大阪のね、衛星都市っていうのは、やっぱりその運動が強いんですよね。で、北芝なんていうのはもう、北芝部落っていうことは別に隠してもないんで、結構メディアにも出てるんで、まあ、ああいう部落ってね、珍しいんですよ、やっぱり。で、出演してる人なんだけども、いや、まあ、言っちゃっていいんかな。三若優作さん、監督の人。まあ、あの人は角岡信彦さんと仲いいんで、角岡さんっていうのも、まあ、どっちかと解放同盟側の、まあ、自分部落出身って言ってる作家の人なんだけども、まあ、あの人の人脈ですよ。うん。合ってますよね、これね。いや、僕、出演者見たんだけども、あれ、これ、もろに角岡さん人脈じゃないのって思って、だから別にあの人たちがごく普通の部落の青年っていうわけでもなくて、まあ、解放同盟なんかとつながりもあるし、やっぱりここは部落だっていうことをですね、村ぐるみでですね、知らせてやってるようなところなんで、あれが典型的な部落の青年っていうふうに思われると、それは違いますよ。だって、そんな自分がね、部落出身ということを、なんか、どうカミングアウトしようか悩んだとかね。いや、そういう人ばっかりやったら怖いですよ。部落って、住民で言えばもう300万人ぐらいはいると思うんですよ。その土地ベースだとね。そこに住んでる人たちがね、ああいう感じだったら、それはちょっとおかしいんじゃないのっていうふうに皆さん思いません？まあ、実際ね、部落で、同和団体とかに属してる人っていうのはもう 1% あるかどうかの話なんです。で、それで同和団体で、まあ、活動してるような人ってなると、もう確実にこれは 1% いかないですね。これはもう解放同盟だとか同和会だとか人権連の人たちも、この事実は否定しないと思います。だからそこが部落だっていうことをことさら意識してる人っていうのも、まあ、マイノリティですねよね。部落の中でマジョリティっていうのは、まあ、そもそもそこは部落だっていうことを知らないっていう人。あるいはもう部落だっていうことを、まあ、なんとなくは知ってるけども、そういうのを意識したことがないっっていう人がまあ大多数です。だからもうカミングアウトどうこうとかなんかそういう問題じゃないわけですよ。そもそもそういう発想が出てこない。まああるいはまあ別の、また別のね、極端で言うと大阪なんかのね、まあ特に、まあ今だと大阪市内よりもね、むしろ衛星都市の部落なんかは、もうあからさまに部落っていう風に分かるような状態になってるんですよね。改良住宅が建ってたりだとか。で、香川なんかもね、行ってみた、部落田んぼを見たら分かるんだけども、まあ、あからさまに部落だっていうことは分かってるから、まあ、辺りの部落に住んでる人はもうここ部落だっていうのはもう分かってますよ、分かってます。で、しかもそのカミングアウトどうこうっていう問題じゃないわけですよ。あんな派手にニコイチ立てたら、もう見た目で分かっちゃうわけだから、実はここ部落なんでとか言ってね、今更言われてもっていうことになっちゃうわけです。そんな分かってる話じゃないのって。だから、そういうのが嫌だっていう人はもう出ていくわけです。だから残ってる人は、やっぱしその、まあ言ってみればもう低所得者層というか、そういう公営住宅なんかに住んでるような人ですね。あとはもう年取った人とかね、もう今更どっか行ってもそんな別にね、何もそんなわざわざよそ行ってやることもないしっていうような人ばっかしで、まあ若い人で野心があるような人はどんどん出ていくわけです。それはね、やっぱ昔もそうだったと思いますね。高知のね、部落資料、このチャンネルでも紹介したけども、あれにも結構ね、よそに出ていく人がいて、で、そういう人はね、そのよそに出ていくような人は、その、もう自分が部落出身だの、どうのこうの、まあ隠してるみたいな書き方がされてるけど、そもそもそういうことをわざわざ言う理由がないわけですよ。よそに行ってまで。で、ましてやそんな同和団体だとか、その融和団体とかそういうものに参加してどうこうっていうことをするような理由っていうのもないんでね。とすると、やっぱりその声が大きいのは、そのまあいわゆるその洗脳されてるっていうか、まあ解放同盟とかそういう同和団体のシンパシー持ってる人ですよ。で、だから、三若さんの私の話、部落の話、あれにですよ。あれに、いや、今更ここは部落だってそんなことみたいな人とか、そもそもここ部落なのとかね、そういうわかんない人が映画に出るわけないじゃないですか。そういう人をまず映画に出しても面白くないし、出たいと思わないでしょう。ああいう映画にね。いや、僕も熊本のね、部落田んぼをしてね、ちょっとね、地元の人にピンポンしまくる機会があったんですよ。ちょっとね。そしたらやっぱりね、もう、まあそこはね、もう部落だっていうことはよく知られてる場所なんだけど、でもまあ党のね、住んでる人にとっては、もう今更童話とか部落とかもうどうでもいい話みたいな、そういう感覚なんですよね。で、まあ、指定童話地区だってね、もうそういう状態なんだから、ましてやもう未指定地区なんかに至ってはね、知らないんですよ。そもそもそこは部落だっていうことは。で、野田の部落なんかにも行ったんだけどもね、なんか地元の人から電話かかってきたんだけども、そもそもね、林保館についても、あれが童話関係の施設だっていうことも、自分初めて知ったっていうような言い方されましてね。本当地元のね、部落に多い名字の人でしたよ。名乗ってたけども。うん、だからもう、ほとんどはね、そういう感覚なんで住んでる人が。だから、わざわざ部落というふうに銘打った映画に出てくるっていう時点で、まあ、どういう人なのかっていうのを考えてほしいんですよ。やっぱそこで偏りが出てしまうんですよね。で、よくね、やっぱりね、メディア関係の人とかも、やたら当事者っていう言い方を繰り返すんですよ。当事者って何なんだと。まあ、言ってる人からすれば、この部落差別の当事者っていうのは、部落民なんだ、部落出身者なんだっていう考え方で言ってるのかもしれないけども、じゃあ、部落民、部落出身者ってね、どう定義するんだ、どの範囲までね、それ含めるんだと。ね、途中でよそから移ってきた人もそうなのかと。ね。で、親の出身地はまあ部落なんだけども、まあ自分はもう外に出てるよっていうような人はどうなのかっていうことになるしね、その当事者っていう範囲がそもそもね、どういうカテゴリーの人たちを指すのかっていうふうにもね、思うし、例えば林保館の職員とか、同和行政に関わってる人とかね、そういう人はじゃあ当事者じゃないのっていう話になりますしね。で、あとは、じゃあ、当事者だったらどうなんだっていう話ですよ。じゃあ住んでる場所がね、部落だったら偉いのかと、なんか考え方に違いがあるのかっていう、そんなことは全くないわけでね。まあ皆さんちょっと想像してみればわかると思うんですけどね。特にまあ田舎のね、出身の人なんか、じゃあ自分の出身地の歴史とかね、そういうことどこまで知ってますかっていう話です。だからそれは別に部落、の出身の人だって同じことで、まあ大抵の人はそんなにね、地元のそんな歴史とかね、過去の経緯とかそんな深く知ってるわけじゃないですよ。僕の部落探訪動画見て初めて知ったっていう人も結構多いんですよね。だから皆さん言うほどね、その部落に住んでる人がその言うほどその部落について知ってるわけじゃないしね。なんか当事者だったらなんか差別かどうかわかるみたいなね、そんなことを真顔で言うようなね、人もいるんだけど、なわけないでしょって。部落に住んだら脳みその構造が変わってね、何が差別かどうか判別できるようになるのかと。うん、じゃあだったらね、そんなね、部落に本籍地移してみたらどうですかと。本籍地移したって別に何も脳みその構造変わりませんよっていうことなんですよね。だから皆さんね、その、まずメディアリテラシーっていうのを身につけてほしいっていうことと、常識的な考え方をしてほしいんですよ、そのね。もう浅田理論でその差別されるものの気持ちは差別されたものしかわからないとか言うけども、いや、わかるよ、大体そんなね、人間なわけだからね。そのだからおかしいやつはおかしいっていうふうに、それは普通の感覚で思うんだったら、それは部落に住んでる人もそれはおかしいもんはおかしいと思いますよ。やっぱり大抵の人はその解放同盟の活動内容なんか知ったらね、とか言って、こいつはおかしいんじゃないのっていうふうにやっぱり思うわけですよ、それは。うん。だから皆さん、その、あの映画を見るときも、これはあくまで、エンターテインメントなんだと。ね。作り物なんだっていう。それはもう、あの映画だけに限らないですよ。そのテレビの番組でも、何でもそうだけども、これはあくまでフィクションなんだとね。ドキュメンタリーみたいなね、ノンフィクションのような体裁をとってても、そこにはやっぱ撮影する人の主観が入るわけだし、いろんな準備がされてるわけだし、で、当然編集もされてるわけです。ということはちゃんとね、それは皆さん知っていただきたいと思います。で、部落のことをじゃあ本当に知りたいっていうんだったら、それはね、部落探訪していただくのがいいんじゃないかと思います。ということで今日はね、ちょっとね、なんかね、いや、なんだかなというふうなことを聞いたので、皆さんにちょっと注意喚起としてお伝えしておきました。